さあ、始まりました。東京テイソンのオフィシャルチャンネル よろしくお願いいたします。いますということで、本日はタケルの神社インスタ、面白ポイント穴埋めクイズ。えー、私のインスタですか。インスタ神社投稿頑張ってますね。はい、あの行ったところの神社をね、はい、まあ、行ったら上げさせていただくというのをやってますね。薬味さんが見てるで。あ、そうそうそう、薬味さんがこのインスタ見て、奥様とどこ行くか決めるっていう。最高のインスタですよね。はい うちの嫁があのこのね硬めだけね残すタイプねそれで一応投稿見てたらんか面白ポイントがあるらしくてなんかちょっとだけこうなんだろうエッセンスっぽいのは入れてる時がある俺も23投稿ぐらいしか見てないんでちょっと他のやつをちょっとあんな目くしようじゃないかちょっと俺もその場で書いてるから俺も覚えてない気がする全何問ですかね問10問 OK? 1> くか第1問 1>「猿田彦神社三重伊勢、うん、案内人の神様猿田彦をお祭りする神社」うん「備中神楽の演目の中にもあるよ」あるね「よきでした」うん「隣に猿目神社あり」「猿目神社」うん「芸能の神様、うん、雨渦目の御とを祭る」「この二柱はか夫婦」お<い>「別居せずに一緒の所に住んでていいね」「神様界のほにゃららほにゃららだね」鳥「鳥居かっけあと友達かっこ西山淳がいるよ」ですね。 全然覚えてない芸能界のおしどり夫婦ってことなんだよ多分イメージでいいですかはい、はい、じゃあ正ョから神社界の広ロ伊代さんみたいだねあ<ー>あ<ー>僕は、はいえー、北斗晶佐々木健介さんみたいだね、はい、だおしどりっていうところで正解はおお<ー>ほら 佐々木健介、北斗アキラ夫妻だね。おお<ー>、ー正解です。なるほどね。これが面白いポイント。そう、<laughs> そう。二つ目。はい。 大阪天満宮大阪、はい、ええー、学問の神様、菅原道真を祀る神社。すんごい頭良くなった気がする。うん、もう行くだけでクイズノック。もうこれも面白いポイント、ね。い面白い大。い<ー>一応面白。いええ、末社に、ええー、大将軍社、うん、だったかな。ちょっと読み方ちょっと違ったらごめんなさい。もともとの天満宮の始まりはこの大将軍社の創建から。八幡彦の神、ええー、八幡姫の神、船戸の神。 えー、オオカムズチの神が祀られるおぐりしゅんも驚きのほにゃららほにゃらら、えー、近くに寄せありお参りして笑ってたらもう神様お城もかっけえとにかく鳥居かっけえ明神鳥居かっけえおぐりしゅんも驚きの,きのはあ分かった 全然思いい出せないこれえ、俺の語録の中にありそうな言葉いやあると思うツッコミで言ってるった言ってたうんこれが面白いポイントかどうかはさておきいおき。大きい、うん、でも多分これを口頭で言ったら受けそうああだから俺使ってるってこと、うん、使ってるりの驚きのあーなるほどそういうことか行け俺。 F4 じゃない。あ、F4。正解はああ来た、F4 ですね。来たね。ああなるほど。あんまり文字で見てない方がいいかもね。これね、私のね投稿はね。二問目だから。そうね。う三問目です。ええ吉島 天満宮、うん、東京文京区、えー、太刀川の御事と須賀道座こをお祭りする神社学問だぜ頭が良くなんぜクイズノック神社 <laughs> 何回言うな <laughs> クイズノックハイデンも趣ありまくり <laughs>、えー、ちなみに、えー、天満宮は狛犬とかではなく牛四枚目な、うん、で牛な、うん、で牛というよりグラビアアイドルしまあちょっとなんか鮮やかな感じ ととかなんとかだあとあとここは拝殿の後ろにお賽銭箱が設置されてるここでお参りした方が後ろ側に神様がいらっしゃるから近いということで願いが通りやすいんだって表と裏で顔が違う神社、えー、ライザップ神社 <laughs> <laughs> これは面白くないライザッ,ップ神社はちょっといいです <laughs> ライザップ神社よ面白いですねこのペースで読むと面白くない、うん、この文章、うん、<laughs> やっぱり鳥りかけはい,いやこれめっちゃ簡単じゃんいやもうなんか、うん、<laughs> めっちゃ簡単じゃんもう俺らといえばだよねうん はい、せー、はい、よ、今日根元春美だ、根元春美牛、はい、正解は牛だよこだ、<laughs> <laughs> 牛だよこだ、<laughs> あこれはこれは面白いぞ、これはやられたね、これは面白いぞ、ね、こいぞ <laughs> あこれは面白いかもしれない、この笑いを分ああなるほど、分析すると,と熊だよこの熊が動物だから牛になってんだよ、紐解くな。<laughs> 紐解いたらつまらないわ。あーあこのそっか俺このパターンもあんのか。俺らのグラドルは根元春美さんなんだよな,なだよ、ね。でもやっぱもじりたいから熊を牛に変えたってなるほどね。順番の妙だね。あ<ー>さあ四問目。高石神社。えー、神奈川県川崎市えー、住宅街の高台にある立派な神社さん。えー アマテラスをはじめいいろんな神様がいらっしゃる地元の神社だなーって感じでとてもよきよきかかるの栗谷さんと言った <laughs> おみくじ引いてた小吉で病気のところが治るだったいっつもおみくじの病気の欄治るらしい、うん、かかりはするんだよなーってぼやいてた、うん、富士山見えたえ川口湖は逆さ富士高石神社は薄富士んなんちゃらかんちゃらぶち切れ案件 <laughs> でも富士山だからご利益ご利益あと鳥かっけ 河口湖は逆さ富士、うん、でも多分高石神社から見たら遠いから<あ>で多分スモーキーに隠れてたりとかしてもう薄い富士山しか見えないほにゃららほにゃららブチギレ案件ちょっといろんなパターンが出てきたからこれどこのパターンかがちょっと分かんなくなってきたないや下ネタ言うかないや俺ねあの神社関連のツイートは俺下ネタほぼ言ってないほにゃららだったらブチギレほにゃららだったら 人なんだよね多分誰々だったらブチギレ案件ってことなんだよ、ねうん、でも多分これね多分たけるの中でこういう人のフレーズが出てこなくて安直なとこ行ったみたいなパターンの気がするんだよねはいはい俺ね、はい、薄いから目が悪いみたいなことでノビタくんだったらブチギレ案件目が悪いからみたいな俺だから逆にその 富士山とか写真を撮るじゃん、うん、写真を撮ってこの薄いから撮れないみたいな篠山紀進だったらブチギれ案件みたいなあそっちかもしれないでもちょっとねこれ多分どっちも遠い気がする、うん、さあ正解はカルプスだった薄いとねいやーちょっと面白いじゃねえかよあちょっと待ってくれよお前面白いじゃねえかよこの野郎悔しいねあちょっとこれめっちゃ悔しいかも <laughs> あ悔しいあこれ面白いわさあ5問目 神社箱根箱根神社の奥にある神社とにかく風も気持ちいい超気持ちいい北島康介神社 <laughs> もうこれやると思ったよやりやすいからねこれ、うん、え湖の中に鳥居がある、うん、半身浴鳥居もう本当に半分使ってるやつがあるで僕の顔の周りにある青色の点々、うん、いろんな人に聞いたら妖精さんが通ってる時に映り込んだらしい妖精さんがちらうつりしてるらしい妖精のちらリズム 演技、えー、が良さそう、朱色の社殿も綺麗、北川景子神社、多分綺麗にかけてますね。<laughs> えー、帰りに蛇に会いました。えー、龍の神社で蛇に会う、山梨で。何何ぐらい難しいぜ、鳥掛け。これむずいやつだ。えー、何でもいいやつだ、これ多分。そ,<う>その。はい、山梨で、多分誰誰に会うぐらい難しいぜっていう、何でもいいやつなんだよ。 これにしようこれね俺分かったたけるの簡単な発想プラス好きなフレーズ掛け算でこれ完全に入る気がするはい俺ね山梨で一番遠いなら松山千春に会う遠北海道だからっていうあだからその違う土地の人にいや俺も分かんない細木和子に会うでもねここ適当だと思うのよマジで正解は山梨でゆうちゃんに会うぐらい難しい あ多分いやその多分語呂で選んでるわゆうちゃみっていなあそうだでもね山梨から遠い人だわそういうこと逆のギャルっていう渋谷とかの渋谷センター街続いてこちら回し稲荷神社東京阿佐ヶ谷ちょっとこれね稲荷なのに俺が「わ」って書いちゃってる間違えてこれ住宅街の中にあるこれも間違えてるねお稲荷さんねとにかくた年の今年行った方がいいと言われてきた 神社ソムリエの佐々木さんありがとうございます、うん、ソムリエ日本に何個あるんだよ、うん、温泉ソムリエと、えー、戦闘ソムリエってのもあるらしい一緒だろけおいい関係んで長年おすすめかというと鳥居に龍がおりますあっ達年ね、うん、全部間違えてるわこの文章、えー、<laughs> 甲子園のツ、えー、のように、えー、甲子園ツタ龍御利益半端ねえ狐、えー、さんの置物は中に願いを書いて入れると叶うらしい<ー>なんか 寝入れて置くみたいなのがあって、えー、置いて帰ってもいいし持って帰ってもいい私は持って帰った、うん、何でも持って帰るタイプ、うん、もっと持って帰るものでテンションが上がる第16位はグリーン車でもらえるおしぼりね。 で、この吉祥さんは第2位第1位はほんゃだなおい1位かよおい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 おにおいおいおいおっおい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 いお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 お 16位をケツに持ってくるとかじゃなくてその16位が先に思いついたから多分書いてんのよ <laughs> はいはい焼肉のガムあ<ー>あのたける好きだしちょっと言いそうこういうのっていう私銀だこのたこ焼きテイクアウトってことそうテイクアウトこさあ正解はあんたそは課金してたわほらやっぱ課金してた だからやっぱ銀だこが近いよね発想としては。あとココキチ。そうココココイチオフ。これこれ俺俺酩酊状態の時に書いたのだけこれ。全部全部間違えてる。ココイチのカレーです。コッキチのカレーってなんだよ。書き直しなこれ。確かにこれちょっと書き直した方がいいね。これだいぶ間違えてるわ。ちょっとくないわ。コッキチってなんだよお前。はいじゃあ続いて。カブシ神社は青森県八戸。 一喜島姫の御事を祀る神社、えー、よく言うところの弁財天さんを祀っている、うん、お金の神様前澤社長だよね令和の、えー、弁財天前澤雄作です、はい、のの何にもかかった <laughs> <laughs>、えー、海猫がうじゃうじゃいる神社まあ、えー、鳥ねも、うん、ののけ姫の子玉ぐらいいるよ、うん、海猫の大合唱も聞けるよ何何ぐらい各々歌ってるよだけど行った時は一羽もいなかったええー、クソしかなかった まだだっったかてなさそう次行く時は「芙美子の大合唱みたい鳥居」これ面白いよねいいよね <laughs>、えー、鳥居かっけえ2の鳥まあ1の鳥2の鳥居三、まあ、3の鳥居あって一番、うん、その俺らが一番最初に入るのが1の鳥居 2> <ー> 1> で2つ目の鳥居ね2の鳥居は松の木にちょっと隠れているテレヤ鳥居ちょっと隠れてる、ね、<ー>好きな人を電柱から見ている鳥居でもあるとにかく鳥居かっけ、はい。これは多分あの間違ってるんですよ本来は。 でもこれなんですよ。本当は間違ってんいや、これでもこれを言うと思うよ、うんうん。We are the world.We are the w o r ルド。間違ってんだ、ね、よ、本当はツッコミ。正解は。あ、俺も今ね。<laughs> ビアザワールドだと思った。そう、ビアザワールドは各々歌ってないんだけど。そう歌ってるようにね、捉えて,捉えてた。と思ったら。確かに、ハモネプの楽屋は各々歌ってるよな。 <laughs> うん、緊張いやこれはいいツッコミだわあーこれやられたハモネプの楽屋か面白いよねうんうわ悔しいな多分ちょうどハモネプんかツッコミハマってた時なんだろうねそんなツッコミにハマってんで <laughs> <laughs> あるかその場面さあ続いて「えー、えニーニギのミコとが祭られてる神社鳥居、ね、は新しくなったのか綺麗な赤ムックぐらい赤いムックレッド」 斜面 <laughs>、えー、も朱、えー、色といろんな彫り物に色がついてて, <laughs> て素晴らしいまた来るスプラトゥーンぐらい色がある <laughs> <お>スプラトゥーンカラフル国宝 <laughs> 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 らしいよ朱 <laughs> 色と綺麗な色合いから <laughs>、えー、西の日光って言われてるらしいよ、えー、日光東照宮ぐらい、えー、きらびやかって意味だねあ多分これあれか鹿児島の神社かなあ,<ー>あ,あ、霧島神宮だあの 素晴らしい霧島神宮は場所を3回も変えてるんだって<え>引っ越しよいねベートーベンぐらい引っ越すねベートーベンは生涯で79回らしいよい、えー、生涯に引っ越しの回数じゃないねほにゃららだね<笑><笑>えもともとあったのは高千穂のみね、えー、ここは次更新するよすごかったよいろんな意味ですごかったよ金賞のすごいを集めて全部ギュッとしたぐらいすごかったよ、うん、金賞のすごいを全部集めてギュッとしたぐらいすごかったよ<え>まあ見ておくれ取りかけ79回。 が何かの数なんだね。髪の櫛ものくけ。ぶっ飛んでる。えー、え、じゃあ、じゃ、べ、これ七十九回って言われてわかる。わかんない。じゃあ、無理だよ。<laughs> そう、だから、ちょっと多いっていうものの例えをしてるだけだよね。これね。投稿、えー。そうなのかも。今思えば。今日聞いて。寝る前に考えたら、あ、七十九回と思って思った <laughs> うぐらい。うん、はい。 サイゼで辛味チキン食った回数だねまああ、まあちょっと近い俺も生涯で鳥貴族に行く回数だねいやそんな感じなんだよねなんかそういうニュアンスううさあ正解は生涯のお酢で <laughs> <laughs> そんな多すぎだろうああ、でもやっぱ生涯系だよねいや,いや多いって七十九もしないってムックレットとスプラトゥーンカラフルの静けさいいですよね <laughs> ここからやっぱね助走つけてるなるほど。<laughs> はいじゃあ続いて 今戸、えー、神社、今かな、えー、<う>東京・浅草、浅草七福神純拝の一つである神社さん、うんえー、浅草には七福神をお祀りしている神社さん、お寺さんがある、それを回って、えー、色紙院を集めて回るらしい、ドラゴンボールだ、浅草ドラゴンボールツアーだ、うん、ギャルのパンティー純拝だ。 知ってる情報全部入れたね。岩田 <laughs> 神社は福、えー、六寿をお祭りする。福六寿はとにかくロングヘッド。たぶん何々何々うまい。えシュー <laughs> 人順配やってみたいね。マネキネコタス。石のマネキネコは撫で,ること撫でるとご利益あり、待ち受けにするとご利益あり、撫でられすぎて頭だけハゲちゃってる。ハゲ隠そうとして。 手を上に上げてるのかな、招き猫足す。授業だとしたらみんな手を上げて積極性二重丸の通知を決定だね <laughs> ほっこりとこ。すごいほっこりと、これ。鳥,居かっけ鳥居はやっぱりかっけ。人が出てきてるもしかして。ね、ああ、じゃあ俺でもこれ、多分俺調べたやつだな。はい。俺ね、はい。次男の退場シーンの真似うまい。俺、ディエゴ・マラドーナぐらいヘディングうまい。次男<あ>出てこないかな。正解は。 多分岡崎よりヘディングない <laughs> あー俺だからごめんこれ俺調べてるから調べてんの丸出しだよこれああだからちょっとこれ俺ピンとこないわさあ続いて吉備津神社岡山一番好きな一番モーてる神社何を隠そう桃太郎のモデルとなった吉備津彦の御事が祀られてる神社、うん、岡山ならではの神社拝殿本殿も吉備津造りという珍しい造りむちゃくちゃ国宝らしいそして長い回廊 三百九十八メートル、気持ちがいい。ほにゃらら、ほにゃらら。あと鳥居かっけ。三百九十八メートル、長い、気持ちがいい、たける。っ鳥居かんなんか、はい。 俺ね、はい、ここで赤坂メニマラソンやりたいみたいなことを言うああなるほどね気持ちいい場所で、うん、で俺398秒って気持ちいいえサンキュッパスーパーで言っててほしい数字だねみたいな気持ちいいみたいな面白ことなのかなって今思ったけど、えー、さあ正解はえ試すなら、ね、45秒で回路を回りきるああだから 400m の選手だからねあ<ー>なるほどこれ結構シンプルだね

「チャンネル登録よろしくね <music> おいビブラーダムライタ侍か!」